埼玉県秩父郡横瀬町丸山でソータの運用をしてきました。久しぶりです。ちょっと足が重たいです。山頂で18メガの運用した時の CQ とそれに応答していただいたフランス局の録音がありましたのでお聞きください。道路が終わると山道です。最初は緩いんですがだんだんきつくなってきます。オーストラリア局との録音がありますので、再びお聞きください。沿道にはホトトギスが咲いていました。夏の終わりっぽい感じです。また歩きです。ちょっときつくなってきました。続きをご紹介します。歩きの続きです。特に見るものがあまりなく歩いていったんですが、ふっと横を見たらなんとなんと卵竹が出てました。立派な卵竹、すごいなぁと思って、もうちょっと行ったところ、もう一度左を見るとこっちにはなんとなんとなんとたくさん生えてました。はい、ちょっと卵竹を見てまた歩き始めました。いよいよ山頂です。天気があまり良くないので山頂もちょっと薄暗い感じでしたが、まあ、ようやく登りから解放されました。白い建物は展望台です。丸山山頂、標高は960メートルです。ちょっと展望台に登ってみます。これは今の場所を示す地図ですね。で、階段を登ってきます。3階建てになっています。一番上の展望スペースには先客が1人おられました。で、360度見回しても白気で何も見えませんでした。で、早々に失礼します。石の階段を下ってきました。で、山頂にいてもしょうがないので運用地を向かうことにします。ここは何度も来てて、運用する場所はだいたいいつも決まってます。右側は砂が張ってあってちょっと入りにくいので、この沿道を左側でいつも運用しています。この場所です。後で冬にたくさん襲われるということは何も知らずに、今日の運用地をここと決めました。頑張ります。